クリスティーヌ・ド・ピザン。クリスティーヌ・ド・ピザンは、主にフランスのパリ宮廷で活動した、中世のベネツィア出身の詩人、文学者。フランス文学最初の女性職業文筆家とされる。反フェミニズム的な論調を取る、バラ物語続編に対抗し、バラの言葉で、女性用語を訴えた。1365年頃、ド・ピザンは、ベネツィアに生まれ、 4歳になったばかりの1368年、ボローニア近郊ピサーの出身で医師、もしくは、先生術師として、フランスのシャルル5世の宮廷に仕えていた父、トンマーソデ・ベンベヌートのもとへ赴もむく。この時代の女性としては珍しく、幼いドピザンは父から教育を受けた。1379年から1380年に、国王秘書官。 エティエンヌ・ド・カステルと結婚し、同時期の他の女性と同じように家庭を守る女性として生きるはずだったが、25歳の時に父親と夫が相次いで死去し、3人の子供を抱える未亡人となる。その後再婚することなく文筆家の道を選んだド・ピザンは、主にフランス貴族に向けて作品や詩歌集を執筆した。試作を行っていたド・ピザンは、 徐々に三文にのめり込み、女性の地位工場に先進した。才能が読者に認められ、政治についても影響を及ぼすようになった。平和の必要性を訴え、王政改革議論に参加し、ブルゴーニュコフィリップ2世からは、シャルル5世の伝記を書くよう求められたという。百年戦争が勃発すると、ドピザンは、 ポワシーの修道院に陰遁し、1429年に最後の死となったジャンヌ・バルクさんを観光した翌年に亡くなった。ドピザンは女性の宮廷での身分を擁護し、1399年の愛の神への書簡や、1402年のバラの言葉でバラ物語の続編として1270年頃、聖職者ジャンド・マンによって描写された自由恋愛と、 女性別史的な表現に対抗し、15世紀になって、勃発したフランス文学史上の大きな論争に、女性用語の立場で参加した。1404年には、婦女の徒で女性の理性や公正さが収めるユートピアを描いた。物語は当時フランス知識人の間でも知るものの、少なかった、ボッカッチョやダンテの作品に着想を得たとされ、ラテン語やイタリア語が理解できる。 彼女ゆえの作品となった。ありがとうございます。